ヤマハコミュニケーションプラザはヤマハ発動機が本社内に設置した企業ミュージアムである。建物に入って右側にあるコーナーでヤマハの代表的生産車両が紹介されている。また、同社の歴史を飾る国内外の生産品を紹介している。競技専用車両へ実際に触ったり乗ったり等の見学者のサービスを行っている。創業黎明記コーナーからつながっている。 同社のレース活動の歴史や競技専用車両の実物を展示している。トヨタ自動車との提携により共同開発を行ったトヨタ 2000GT とレクサスルファが常設展示されている。一回受付前にある円形の部屋では同社の製品群を大画面で紹介している。文字通り歴代のモーターサイクルを実物で紹介している。なお、 ジョーダングランプリ時代の F1 マシンも常設展示されている。扱っているのは同社のノベルティ、アパレルなども販売されている。コーヒーなどの軽食を販売しており、窓からジュビロ岩田スタジアムが一望できる。こちらは一般に開放されていないエリアであり、大小20の会議室が用意されている。入場料が無料であるが、特定時期を除き一般公開が制限されている。 ありがとうございます。